おいすこんにちは、アメリです。さあ、ヘキサゼオン降臨来ました。今9時2分ですね。生放送の方でも今ちょうど始まったかと思います。こちら生放送見ずに初見でなんとかガチパなんでね、クリアしていけたらと思います。とりあえずヘキサゼオン自体がドラゴンタイプなのでキリで、はい、最初のフロアだけちょっと見ちゃったんですけど、あ、BGM がすげえ、めちゃくちゃ硬いなんてことは多分ないと思うので、でも攻撃力がバカ強いとかあるかな、壊滅級だから。とりあえずもう全力でやります。突破しまして、うおっと色が変わった。なんか今までのさ、パズドラの時代の流れをさ司ってるみたいな感じなんだけど、裏じゃないもん。次多分じゃあ青色になる。闇、うわ、待って、なんかさ鳥肌すごくない？だって今までのあれじゃん、強かったキャラたちというかさ、わかるかな。やばい、殴られそう。これまさかの欠損。でも普通の、あ、オッケー、なんかすごい落ち着いたな BGM が。これは強敵マーク出たんだが、怖い。一応スキルダメできるポイントではありそうですね。まあ多分抜けはするでしょう。特に今のところ困る要素はない。はい、突破します。うわー、これなんか見覚えある。うわ、デフォちゃん出てきた。別に裏とかじゃないんだよな、今までの敵だな。普通にこれ何のダンジョンだろう、なんかのダンジョンをモチーフにしてる感がすごいあるんだけど、根性持ちも特にまだ今のところいないし、はい、 OK です。これはワジャン、ファガン、まさかの HP 回復。これで普通にいけるよね。全然弱いんだけど今のところ。驚くぐらい弱い。この背景誰だ、光吸収、裏じゃない。いや、ちょっと吸収されちゃうかも。これはちょっと吸収されるかな。後ろの闇の火力でご利用せればいいんだけど、いけますね。 OK です。天空になったよ。ゼヘラ、裏とかじゃないんだよな、ボス以外は本当になんてことはない。待って、追加攻撃連れてきてない、やば、ミスった。ガチパって言いながら追加攻撃を連れてきてない、それはまずいっす。やばいな。いや、この次もだって必要になるでしょう。ミスった、追加攻撃を忘れるというこの屈辱の、これは痛恨のミス。とりあえずこれで全然弱いやん。いや、絶対根性出てくるもん、こっから先。やらかしたな、これ。アマツとか入れとけばよかったよ。とりあえず、まあ、突破はしますが。そうだな、イデアル枠を変えた方がいいかな。絶対根性あるっしょ。
あ、なかったか。なるほどね。ならば、はい。全然裏じゃないもんな。なるほど、ソニアグランリバースか。とりあえず軽減張りたいんで全力パズルしますが、スキルも全然貯めれてんだよな。吸収も来るわけじゃなし、グラスリーフで次のターンはあれでしょ、門が開くというか守るよね、盾だよね。ボスはさすがに無効で、さらにいやなんか新ギミックが来る疑惑もあるけど、ここは全然ドラゴンタイプだから余裕で突破できる。 OK ボスだよ。うわやば、背景やば、 BGM どうした。ダメージを与えられなくなるシールド展開、ターゲットが固定された。何が起こっている、攻撃力が2倍になったは、ターゲット固定、こいつから抜け、無効とかは特にない、根性もない、6ターン以内。なるほどね、やってやろう。タイプ見てなかったな、やつのタイプはなんだ。真ん中がドラゴンで後ろが素材、いってえな。待って、今激減してるぐらいの勢いでこんだけ食らったよ。さあこれで無効とかはないからな。紫の輝きが鼓動している、ダメージを 35% 軽減、そんなのはどうでもいい。OK かな、もうこれでいいや。あー、そこ落としになってないか、光。いや、とは言ってもこれ抜けるっしょ、右はとりあえず。うん、切な半減、再生の輝き。いやー、待って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 、ターゲットは固定されなくなった。とりあえず左の剣からぶっ殺すか。遅延が刺さるからな、遅延を持ってくるべきだったかな。クイックキュアが溜まってしまった。ちょっと待って、クイックキュアいらんやな。撃てないわ。あー、ちょっと溜まりに溜まりすぎた。スキルが溜まりに溜まりすぎたな。こんなにスキルダメできると思ってなかった。とりあえず左の剣を。攻撃されてるな、どっかから。やば、 BGM かっこよすぎる。これで抜けました。シールドバッシュ、闇に変えたろ。あ、火か、火に変わるのか。火に変える意味あんまなかったかもね。でもダメージを与えられたらこいつ無効貫通とかしてこない限りは怖いな。攻撃してくるな次のターン。とりあえず殴るわ。全力殴り、うわお、めっちゃ雲張るやん。乱れ閃光、めっちゃ雲張ってきた。いやー、木がさ、木どっかないかな。 OK 揃ったけど他の色が OKOKOK。シールドバッシュ、
どくさいね。回復だけ揃えときます。光、火、水、わからん、もうこの辺は。オッケー、とりあえず軽減貼れればいいや。乱れ閃光、こいつだよな、攻撃してきてんの。向こうの勾玉、待って、この辺全然わからんのんだが、この辺全然わからんのんだが、ちょっと経験が晴れてなかったな、今のまずいの。乱れ閃光、シールドバッシュ、やっと全力で攻撃できるな。これターン的にやつが発狂するみたいな、ポケモンみたいな BGM になったんだけど急に。とりあえずこの、これでこの相手の3位台になんとかこいつを仕留めなきゃ。最悪イデアル検討、イデアル溜まりそうだな、もう次のターンぐらいに。めちゃくちゃな火力出さないとあいつ削り取れないぞ。シール飛ばしてね、この次でいけるかな。再生されそうな気がするね、これ。ここで蹴り着つけないと。いや、結構火力は出したつもり。オッケー、落ち込むもだいぶ乗ったし、よしよしよし、これでダメージが取る。なるほど、ダメージが与えられる。ただこいつに与えられるだけだって、本体に与えられないんだよね。こんなもんで、あー結構ダメージ通るな。6コンボ以下吸収だけ、甘いな。そんなのちょろちょろのちょろちゃう。よし、これでとりあえず本体にダメージが入るはず。絶対向こうを張るけどね。見事な冒険者よ、行動端が変化する。全ての破壊に成功、ダメージが与えられるようになった。なんとかの輝き、剣状の鱗、向こうだよね。66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 
光がね、あそこで決めるしかないのか。まあ十分でしょう。こんなもんでいいんじゃない？ちょっとしょぼいな、コンボス。まあ仕方ない。右封鎖されてたら仕方ない。で、あとは地道に殴っていくだけかな。ロコミカ吸収。空強。何秒変換？ 1 秒変換か。OK。こいつ色が変わる？変わりそうだよな、でもいつかは。色。まあいいけどさ。エンハンスが2枚溜まるので、うまくいけば。いい感じじゃない？うん、結構通るな。タラの攻撃だけ。あそこをうまく使わずにパズルしよう。ちょっと待って、回復がやばい、回復がやばい。1セットで足りるか。 OKOK、 落ち込ん、ナイス。これ200万とかだもんな。差が3秒減る。
天の施し、火薬ドロップ目覚め。操作時間は9秒、十分。エンハンス使っても多分まだ削り取れない。このドロップ変化がめんどくさいな。通らないだろうな、 HP 多分だけど。ディアブロ試しに打ってみる。沈着たらね、これ指で1,2,3,4,5,6,7,8,9 で 3.7 倍出るから、まあ十分だけど、スキブだったら1,2,3,4,5,6,7,8 スキブの方が出ない。でディアブロ打っちゃおうかな、一発入るかな。今まで入ったダメージ的に6600万超えるか。まあこういうのは大体入らないよね。ダメだよね、やめとこう。操作時間が短くなったから注意していこう。オッケー、いい感じじゃない。オッケーオッケーオッケー。精鋭なんたら全ドロップロック、覚醒無効。オッケー、覚醒無効は大丈夫。全ドロップロックのおかげで貴様は自分で自分の首を絞めたことになったぞ。今とどめといこうじゃないか。崇高のサファイア、あ、崇高のサファイアよりこっちの方が出るか。沈着のアレキサンドライトレガガキ、貴様は今自分を苦しめている。残念だったな。ちょっとコンボ数しょぼいですけどね。やってしまえ。無効されたら知らん。 OK、 余裕じゃねえか。全然余裕っすよ、ソロでこんなの。マルチはナメプだわ。なんかコアが落ちた。コアが向こうのマガタマ、向こうのマガタマ進化するわけじゃないのか。どれがどう進化するんだろう。もうちょっとよくわからん、もうこのこういうギミックは。よし、なんとか初見クリアいけたということで、はい、あんまりね、まあちょっとパーティーがガチガチだったんですけど、結構思ったよりも道中がめちゃくちゃに弱い。とにかく道中が本当に舐めてるんで、ボス以外特に対策はいらないかなって。まあソニアグランリバースが若干めんどくさいかなぐらいですけど、根性対策もゼヘラぐらいなんで、結構いろんなパーティーで攻略できそうなんで、またなんか安定じゃないけど、どっかなんかのパーティーで攻略できたらいいかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。